安坂さん僕のヒーローアカデミアが某国のネットユーザーに叩かれてるでやってましたが編集部や作者は謝罪や変更などすべきではなかった今後エスカレートしそうで嫌だな同じジャンプ作品のこれ紀元っていうんですか<ん>紀元の刃「鬼滅,鬼滅の刃」の主人公がつけている耳飾りとか絡まれそうで怖いいや実際あれ、はい、その旭実旗っぽく太陽がこう、はい。 放射状にで抗議されましたからねはい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 、はい、今話題になってるんですか、はいはい、まあこの話題はちょっと後で人気ジャンプ漫画新キャラの名前に韓国ファンから猛抗議 <laughs> 僕のヒーローアカデミアが不思議と、はいはい、これもなんかしょうもない話なんですけどこれはすごいねびっくりしましたそうですね、はい、え問題になっているのは3日発売の、えー、週刊少年ジャンプに掲載されている同作259話で登場した新キャラクターシガマルタについて、うんえー、シガは 事前事業にも力を入れているという病院の病院長であるものの裏では人体実験をして高い戦闘力を持つ、えー、改造人間の製造者というキャラクター敵とつながっておりストーリーにとっても重要なキャラとなるしかしこのキャラクターの名前について主に韓国人をなる名乗る Twitter ーユーザーや韓国語などで「マルタは生体実験を受けた被害者を別に指す言葉これはひどすぎる」 韓国でも読まれている人気漫画で安易にこのような名前を使うのは被害国家への冒涜人体実験をする医師キャラクターがマルタという名前を持っているのは明らかに問題だという指摘が殺到する事態になっている、まあ、あと中国人とかかも,からもはいはいはい、はい、なぜ韓国に気を使わなきゃいけないんだと日本の漫画なのに。いいや本当ですよ、はい、名前はい そそそそうううう特に例えば BTS の,の原爆 T シャツっていうのは露骨だったじゃないですか、うんね、写真としれて全然そう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 ,そう,そう、はい、だからしかも普通日本で「マルタ」って言ったら、うん、じ生体実験を受けた被害者を指す言葉ってならないからね、うん、そうですねマルタって言ったらマルタさんだからね、うんうん、日本だとだからそれをなぜ韓国,韓国でも読まれている人気漫画で安易にこのような名前を使うのはっていうのは 知ったこゃねえよ菅官房長官的にその指摘は当たらないでいいんですよ。この作品のファンからは敵のリーダーの名前「ガラ・キにかけ「マルタ死が丸えと組み合わせた言葉遊び的命名だったんじゃないかと考えすぎでしょう偶然だと思うこの炎上はかわいそうとかいうような擁護の声もむしろ擁護の声の方が大きいと思うんですけどただですね この時代を受けて作者の方とジャンプ、公式にですね名前変えますっていうのを宣言しちゃってでで名前変るんすよこれ結局韓国とか中国の圧力にね屈したらだめだよねそんなつもりじゃなかったんですけど名前変えますっていうのをツイッターで宣言してしまってバカないやそれはよくないよねいや本当ですよいいや、こうう前例作ると それ旭日記じゃんという話になってくるからねやめろという話になってくるからそれちょっとがっかりする話じゃないやもう作者を守ってほしかったですねだから集英社自体がそういう会社だから全然僕守る気ないのかなとちょっと左気味というかああいう韓国とかあと日本に対しての食材意識を。 植え付けたい、植えるという思想がちょっとあるような感じがありますからね。やっちゃいましたね。はい。まあ名前を変える必要なかったですし、まあその成功体験を与えてしまったという点で問題だし。それが一番問題で、作者がそれ変えますっていうツイートに対して、あの韓国だかハングルとかで謝罪しろっていうのがあるんですよ。出た。謝罪してどうするんだっていう。出た。で、おなじみのパターンですよね。おなじみです。謝罪と賠償っていう。だから謝罪したら今度は賠償しろって。そう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 。来るよ。お気晴りのパターンがあるんじゃないかなと。はい。 思いますしね、はい、いやこれ名前なぜそんな、うん、唐突にだから変わる,変わ,るわけですよね、はい、コミックス版ではここの名前も変わり次週、うん、から出てくる場合にも名前が変わり<う>ということですからそのまたなんか自主規制になっちゃいますよねそそそうううこの「まるた」っていうこの3文字を使わないように自主規制をそうそうなぜ日本人はこう自国を縛るんだろうね、うん、あのええー、ね 教科書とか作るも、歴史教科書の検定する力を韓国とか中国に与えますみたいなことを宮崎市がやりましたけど近隣諸国条例みたいなああいうのやったりとかもうバカだよねいや、バカですよバカとしか言いようがないよねほんとに「彼岸島」っていう漫画があるじゃないですかあれなんて丸太が主人公みたいなもんなのであれもそのうちだからこじつけようと思ったら何でもこじつけられるわけですよね いやもう屈してしまったという前例を作ってしまったのが本当に痛い事例だなと思いますねがっかりだねそれはだってかなりの人気漫画ですからねヒロアカちょっと僕読んでないんですけどねいや僕も読んでない最新の漫画はい知らなかった上に韓国人の方が読んでるっていうのにちょっとねここまでここまで熱烈に読んでてしかも読んでてっつっても 発売日の前にこの人たち抗議してるんですよ。ででももう間違いなく違法アップロード違法アップしてるねいや僕もこれびっくりするんですけど「あの進撃の巨人」とかまあ何でもいいですけども最新漫画ってなぜかその発売日前になんかハングル版とかが違法アップロードされてるんですよね。あマジででもどっから漏れてるのかおかしいね。 いやもうこっちはだって発売日に別冊少年マガジン「進撃の巨人」読むためだけに買ってさらにコミックスまで買ってるっていう二重で金払ってるのに海の向こうの人たちっていうのは金払ってないわけですよねはい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 ジャンプにしても何にしてもだってハングルで「週刊少年ジャンプ」発売日出ないでしょ出ない発売日だとしても発売だとしても出ない昔発売日の前の日にジャンプを先に売る 書店があって、そそこにフラゲう、あの深夜行くっていうのは流行ったんだけどそれで有名な店があったことあって新宿とかにねあったんだけどいやそれじゃないからねそれだって金払ってるからねでもいやそうそれはちゃんと利益になってるじゃないですか早いかもしれないけど先に金は払ってるからね。で韓国とか中国とかいや世界どこでもいいですけどもあの違法サイト っていうのは、まあ、はい、漫画もアニメも金払わずに見てるわけですからあれはちょっとなんとか撲滅しないと日本のクリエーターも生きていけませんからね。うんうん、でその金を1円も払ってないやつらのためにクレーム聞いてるっていうバカじゃないのっていう日本のユーザーのためにあのやってんじゃないのっていうね。うん 本当にいや本当ですよ、全貨持ってるとか言うならまだ有権利もあるかなと思いますけど金払わずに文句だけ100倍言うこの姿勢は反発起きてもしょうがないですね韓国ってこういうことやるからいやこれ、一部だと思いますけど一部のこういう人の行動がよりやっぱ韓国嫌いを助長させる面もありますよね今、やっぱ第3次とか韓国ブームだとか言ってメディアもう煽ろうとしてますけど。 それ,やっぱまあそれも一部あって、はい、一方で韓国に反感を持つ人も増え続けるといういとことがありますよね,す,ねすごいですからねあの一部のクレーマーの熱狂度合いがね韓国って本当におもい国だなというか、はい、あのやっぱ日本とは違うのでうこれあの今週末、はい、あのまた本を紹介しようかなと思ってたんですけど、はい、あの韓国を支配する空気の研究っていう。 <お>これはの牧野義弘さんっていう朝日新聞の記者なんですよ朝、はい、朝日の記者が朝日のの記記者者がなんですけど、はい、まあ結構長くソウ,ル、まあ、ソウル支局長も務めた方で韓国情勢には詳しいと、はい、その方が本にいろいろ書いていてやっぱ情報を得るソースとかもおかしいというか、はい、いネットです全て完結してしまうというのがあってですね去年の,あの不買運動とかありましたよね、はい、そのやってる若者に話を聞いたと。はい とというこででちょっっってるのがあったんですよ、うん、え問題はその情報源にあった韓国ではすでに新聞はおろかテレビも有力なメディアとは言えない時代に突入している若い世代は情報収集をすべて携帯一台で済ませるソウルの地下鉄やバスに乗ればみんな携帯とにらめっこで新聞や本を広げている人はいないえ2人とも YouTube でえ YouTube やインターネットの情報で判断していますと声を揃えた、まあ、これ不買やってるって女性なんですけどね、はいうん、え28歳の女性はこの前も日本在住の韓国人が YouTube で 日本は実は実放射能に汚染されてていいると言っていました怖いから日本にはもう行けない <laughs> とかだったと、はい、でも情報それだけなんですよなるほどそれが本当かどうかもわからないのにあー検証もしないで、うん、そういうなんかあの一部の情報で加熱していく感があるよね、はいうん、コロナウイルスとかだって、はい、もうあの自国民なのにめちゃくちゃにしてるじゃない。 るなとかもう最後汚物投げ込むみたいなその工事汚う投げ込むとそこからまたなんか勝手にそうそうお前そう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 のうそ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 っちがコロナかそっそう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 いうそ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 うかうそ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 う で、このチキン屋の話が出てて、やっぱ競争が激しいんですね。やっぱ学歴戦争。ね学歴のその受験戦争があって。で、さらに、就職も厳しいから、やっぱもう大企業入れないと、もうやっぱ。なんていうかな、ちょっとこう落ち武者的な。負け、ダメな、でも負け組だと、ダメな人間だと、いうような社会でですね。でも、そういうの、だからリストラされて、チキン屋になるしかないんです。で、競争も激しい、街を歩けば、すぐにチキン専門店にぶち当たる。 大抵の店が深夜まで営業し配達もするなど業態も似たり寄ったり最近の10年間で新たに5万店以上が新規参入したから資金 <laughs> <laughs> 専門店の平均寿命は3年にも満たない,い、えー、激戦だね戦 <laughs> 5万店って専門家に話を聞いたら新規で店を始めようとする人は20代と50代が多いのだと教えてくれた、えー、過度な学高学歴社会のため大学進学率は7割を超える 若者は高学歴の自分は中小企業なんかに行く人間じゃないと思うから若者の就職難が深刻化する韓国の失業率は大体4%だが、えー、19から29歳に限ってみれば10%ぐらいに跳ね上がる自分が希望する仕事が見つからないから、えー、自営業を選ぶと、うん、だからリストラされた50代ともう就職してもどうにもならない、はい、もう20代とかがチキン屋をやると、うんはい、いうことなんですね。 で、しかもチキン屋っていっぱいあるから競争激しくてなんとか勝つためにいろいろなことを考えるわけですよ。何が出てくるのかなっていうとパクリなんですよね。うん、例えば名前をパクるっていうのがあってプラドとダックをつなげたプラダックとか、はい、ルイ・ヴィトンとトンタクなんかこれ鳥の丸焼きらしいんですけど、うん、を合わせたルイ・ヴィトンタクとか、うん、そのまんまなん <laughs> <laughs> のひねりもないじゃん。 なんとなくこういうハイブランドを先につけてくとハイブランドつけておくと良さそうって思われる思われたりといいやあの苦しいから競争も激しいから知恵を使ってるって知恵使ってねえなそれそんな大したそれは知恵と呼んでいいのかっていう最後いいの考えたっつってタピコ屋やるかもしれないみんながありますねそれは